はい、皆さんこんにちは。ファミツアポスターズのひろゆき局です。よろしくお願いします。今回ですね、ルー君がちょっと体調不良ということでいないんですけど、一人でちょっと元気よくやっていきたいなと思います。で、今回ですね、ファミツアップでも何名かエイムズやってる方がいまして、その方たちからちょっと残り1分になった時の立ち回りが知りたいということで、結構最後ごちゃごちゃするじゃないですか。その辺のね、ちょっと各キャラクタータイプごとの勝負に出かけたとか、その辺やりながら説明していきたいなと思います。はい、ではね、第一に、なんで1分まで生き残らなきゃいけないのっていうことで説明しますね。1分までに結構各キャラタイプごとにやることやってれば、ポイントマイナスされないんですよ。で、まだシルバー帯とかブロンズ帯の方だとちょっとまだ実感湧きづらいかもしれないですけど、ゴールド帯になると結構マイナスでかいんですよ。本当に1位取った分全部回収されるぐらいマイナスされるんで。だから、残り1分までにある程度、こなしておくと。そうすればマイナスにはなりません。プラス1ぐらい許してもらいます。ってことで、まずはね、僕のスプリンタータイプ、アリシアとかのスプリンタータイプからちょっと説明しますね。スプリンタータイプの場合は、体力が低いので、なるだけ極天君を倒して、レベルを上げて体力を上げていくと。そうすれば攻撃力とかも上がって、キルもしやすくなるので。で、お次にハンタータイプ、アンチちゃんなどですね。アンチちゃんとかだと、スプリンタータイプと一緒で体力が低いので、なるだけ最初に極天君を狙っていきたいところですね。で、体力を上げていって終盤戦に備えると、おっと、いましたね。こいつも間違えた。ハンタータイプなので体力が低いので、ハンタータイプとスプリンタータイプ同士だったらこうやって対戦してもいいと思います。ただタンクタイプとかアサルトタイプにはあんまり突っかかるのをおすすめしないですね。よっぽどのレベル差がないと。これで OK ですね。で、アサルトタイプ、こちらの立ち回り方なんですけど、アサルトタイプの場合は、もう文字通り本当にキル能力が高いので、僕の使ってるアリシアとか、あと、スプリンタータイプとハンタータイプ、この辺の体力低いキャラを序盤にキルしておくと終盤戦かなり楽ですね。うん。で、お次にタンクタイプ。リュウジ君とかいると思うんですけど、タンクタイプの場合だとお金を取る能力がすごい高いので、マイペースにお金を集めつつ、動きが遅いんで、敵とか追っかけると余計な時間使っちゃってレベルも上げられない、お金も集められないっていう、ちょっと本当に美味しくない状況になるので、マイペースでお金を集めつつ、突っかかってきた相手と戦うぐらいでいいんじゃないですかね。タイマー精度もそんなに低くはないので、全然返り討ちにはできると思います。この辺ですかね、4タイプごとに残り1分までやっておくことは。これさえこなしてれば、多分ゴールド台行った時にすごい役立つと思います。マイナスにされないんで。うん。本当にね、マイナス悩ますからね。よしよしよ。はい。ズバン。これで残り1分47か。もうちょいで勝負の時が来ますね。お、アンチちゃん。なるだけアンチも買っときたいところではある。これガードしましたね。ガード貫通でここは対処していきます。瞬間的にね、お、待って。体力回復。あった！体力回復したのに。はい、ではね、続きやっていきたいんですけど、こちらね、ちょっと続きって言っても、ちょっとさっきとは別の試合になるんですけど、さっきはね、あれでもアンチちゃんにやられちゃったんですけど、立ち回りをしてたおかげでプラス1ポイントで済みました。マイナスされずにね。で、こっから終盤1分くらいの各キャラタイプ別の勝負のかけ方というか、そちらちょっと説明したいなと思います。アンチちゃんやアリシャなどのスプリンタータイプとハンタータイプ、こちらはやっぱり体力、そのレベルを上げたといっても体力が低いので、終盤戦も遠目でね、こうやって様子を伺いつつ、高い攻撃力、ハンタータイプだったら遠くで狙撃とか、あとアリシャだったらこうやって必殺技が溜まってるので、これでワンチャン狙っていくのがいいかなと思います。で、アサルトタイプなんですけど、アサルトタイプは体力もあってキルもしやすいということなので、最後ごちゃごちゃの乱戦に入っていってお金を取ってもいいし、こうやってお金が出た時に一気に取りに行って逃げ回ってもいいし、結構いろいろできるキャラだなと思います。タンクタイプの場合はね、足が遅くてさらには体力も高いので、初っ端に結構大きめの金額を取って、耐久勝負してもいいかなとは思います。その際にね、マネーガードとかをつけてればお金を落とすことなく最後まで逃げ切れるといった、そういうパターンもあり得るので、
4タイプ別で説明するとこんな感じの戦い方になりますかね。で、今僕最後これちょっと勝負かけようと思ってるんですけど、今これですね、17、15、ここで必殺技ですね。あ、ガード入った。嘘だよ、こいつガードか、ガード貫通でなんとか。いや、割れない。待て待て今のは相手が上手かったですね。僕のその最後必殺技でその賭けに出るところを読んでガードして防いだっていう感じですね。今のがそのタンクのすごい綺麗な勝ち方になりますね。はい、各4タイプキャラ別の説明はこんな感じになりますかね。ありがとうございました。はい、ではね、さっきの続きをやっていきたいと思います。さっきの続きというかね、もう一戦って感じなんですけど、さっきはちょっとねタンクさんにいいところをちょっと捉えてしまったので、まあスプリンタータイプのちょっといいところを見せていけたらなと思います。でスプリンタータイプはこうやってね、さっき言った通り遠目でちょっと勝負の気を加えつつ、あいつやばいな、なんか燃やしてるな、めっちゃ。で必殺技ゲージももう貯めることできたので、ここでねギャングスキルを適切なタイミングで仕掛けていきたいんですけど、ちょっと様子見ようかな。もう撃破された。撃破されたらちょっとある程度お金は回収していきたいですね。少しでも息になっちゃいましたねこういう場合逃げます。44万極点ドルなんで、ここからね十分相手に逆転される可能性はあるんですけど、あ、逆転されましたね。こっからはちょっと残り数秒になったら1位のやつを狙います。あ、息になっちゃったここから僕のことを狙っていきます、皆さん。ここスロー落ちます。ここでみんなの動きを封じて、残り30秒、こうなったら、まあ、ある程度逃げてって、で仕掛けてくるやつを必殺技で返り討ちにする感じしますかね。逃げまして、多分アリシアの必殺技ギャングスキルだったら7秒ぐらいは多分稼げると思うんですよね。この時間稼ぎが大事になってくる。8、ほい、来ましたね。6、5、はい、さよなら。これでおそらく勝てたんじゃないかなと思います。どうでしょう。何が起きた、猿まあこういうこともあるのがエイムズですねはい、はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあこんな感じがね、ちょっと残り1分の立ち回りというか、キャラタイプ別の立ち回りになるんですけど、まあこれがね少しでも参考になれば嬉しいかなと思います。でですね、あとちょっと宣伝というか、ファミ通アップの公式サイトにて、まあ、エイムズのね攻略記事やこんな感じでディスコードチャンネルなども開設してるので、こちらディスコードチャンネルっていうのはエイムズの、そうですね、なんか雑談などをしたりするコミュニティですね。なんかわかんないことあったら気軽にこちらで聞いていただければ、僕もいるので、まあ、答えられる範囲で答えることができますと。今回こんな感じでちょっと締めていきたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。